チャーバハールラリー市内の海岸公園市内のモスク、チャーバハール発音は、イラン南東部のスイースターンバルーチェスターン、州南東部のチャーバハール軍の軍と。2016年9月24日、の人口は10万6739人。オマーン湾に面する経済特区で、同国最南端の都市でもある。紀元前2500年頃、近郊にティースという漁村があった。 紀元前4世紀には、アレクサンドロス3世の遠征によって占領された。歴史家のビールーニーによると、ティスはインドの沿岸部との貿易を行っていた。1188年、アフダルティーン・アブー・ハーミド・ケルマーニーは、著書の中で、ティスの商業と貿易について述べた。1507年、ポルトガル王国の征服者である、アフォンソデ・アルブケルケが、オマーワン湾に侵入し、 ティストチャーバハールを占領した。1621年、ポルトガル王国が撤退した。1970年頃、パフラビー町、第二代皇帝のモハンマドレザーパフラビーが、チャーバハールに大規模な港を建設すると宣言した。イランを、インド洋の支配者とするために、近代的な海軍、空軍基地が建設された。この計画は、外国からの投資を多く呼び込み、特に、 アメリカが死臭国が目立った。1979年にイラン革命が起こると外国企業は計画から撤退し建設政鮮大臣につながりを持つ国営企業が引き継いだ。1980年にイラン・イラク戦争が始まるとホルムズ海峡の治安が悪化しペルシャ湾に船が入りにくくなった。そのため海峡の外に位置し、 同国最東端のチャーバファールの物流、戦略的重要性が増した。1980年代に政府は新たに東軸開発計画を発表し、チャーバファールを東部の成長の中心にしようと考えた。1992年、チャーバファール自由貿易産業地区が設置された。2014年、インドはイランへの経済制裁として、 チャーバハール公演の8500万ドルの援助を凍結した。2016年、核合意を受けて、イランに対する制裁が解除されると、インドは援助を5億ドルに増額した。インドの援助の理由は中国が援助するパキスタンのグワーダル公演の対抗にあるとされるが、イランは中国とパキスタンにも投資を呼びかけ、チャーバハール公とグワーダル公を結ぶ提案を行っており、 2019年12月には中国とロシアの艦艇がチャーバハール港に寄港してオマーン湾でイランと3カ国で合同軍事演習を行った。チャーバハール港の夜景チャーバハールのシャヒードベヘシティ、港道路鉄道インドはトルクメニスタンの天然ガス開発を支援しイラン北部まで送る。イランはそれを南東部のチャーバハール港に送りアラビア海の海底を通るパイプラインを通し インドに送る。この計画は、インドパキスタン関係の悪化に伴い、イランパキスタンがスパイプラインに代わって議論されている。イスラム教スンナ派を信仰する、バローチ人が多い。砂漠気候に属する。ありがとうございます。